沖縄線を歩く。糸満、荒崎海岸。ひめゆり学徒隊、参加の後。ひめゆり部隊の足跡を追いかける。今回の動画は、ひめゆり学徒隊の足跡を追う動画です。まずは地図を見ながら、ひめゆり学徒隊が糸満にある伊原第三外科号に至るまでの経緯を説明したいと思います。ハエバルの陸軍病院で即席の看護訓練を受けたひめゆり部隊は、しばらくハエバル陸軍病院で働きます。その後、ハエバル陸軍病院が米軍からの攻撃を受けると、さらに南部へと移動します。ハエバルから約5キロ離れた場所にある糸数号アブチラガマに移動します。糸数号が陸軍病院となりますが、そこも攻撃されると、次には糸満市にある伊原第1号と伊原第3号ひめゆりの塔に移動を余儀なくされました。戦況はさらに悪化し、6月18日には日本軍はこれ以上軍を維持できないとひめゆり学徒隊に解散命令を出します。解散命令というと聞こえがいいんですが、これから軍は解散する、みんなそれぞれ勝手に動きなさいということです。軍命で沖縄本島の南の端まで連れてこられて、ここから先は自由にしなさいと言われても、沖縄本島の最南端まで来ています。もう逃げ場はありません。それはみんなが知っています。糸満の伊原地区から先はもう海しかないのです。それでもひめゆり学徒隊は伊原第3号から出ていくしかありません。この先にある海へ海へと学徒たちは進んでいきます。たどり着いた場所は1キロ先にある荒崎海岸でした。海にたどり着いてもそこで終わるのは知っています。しかし行くしかないと思い、荒崎海岸まで進みました。今日はひめゆり学徒の足跡をたどる動画になります。伊原第1外科号と第3外科号の位置関係、そして最後の荒崎海岸に至る工程です。ひめゆりの塔を出発して、最初の大きな交差点を右に曲がります。まっすぐに進むと沖縄戦の慰霊塔が集まった公園、平和の創造の森公園に至ります。ここから海沿いにまっすぐに進むと、本日の最終目的地である海岸ひめゆり学徒参加の地に至ります。平和の創造の森公園には、沖縄南部にちりぢりに亡くなっていた遺骨を集めた金箔の塔があります。途中でそれを見てからひめゆり学徒の最後の地に向かいたいと思います。
一瞬で通り過ぎてしまいましたが、瑞泉の塔は沖縄県立首里高等女学校の生徒並びに職員の慰霊塔です。姫百合の生徒たちと同様の困難を味わいました。必ず特集して動画に残します。それまでお待ちください。金箔の塔を取り囲むように各県の慰霊塔があります。東京の塔、国連の塔、大和の塔、島根の塔、讃岐、宝光の塔、広島の塔などなどです。金箔の塔とこうした周囲にある慰霊塔との一番の違いは何でしょうか。かなりの違いがあります。それはここにある各県の慰霊塔は単なる象徴的なものであって、沖縄戦で亡くなった方たちの遺骨はここには眠っていません。それに対してこの金箔の塔には沖縄南部に散らばっていた実際の遺骨が納められています。遺骨が眠らない各県の慰霊塔には広い敷地があり、立派な塔を作るのに対して実際に遺骨が眠っている金箔の塔が狭い敷地で見劣りがする構造物に収められているのも納得がいかないところです。金箔の塔にはその経緯にもいろいろ問題があって、もう一度別の機会に特集を組まないといけないと考えています。
注目の交差点に来ました。正面に海が見えます。この先には山城入り口があります。ここもダイバーたちの海の入り口として利用されています。姫百合学徒隊傘下の場所へはこの交差点を右に進みます。ああ、こんなところにバス停があります。では、ここが入り口ですね。バス停には荒崎海岸とあります。バスはコミュニティバスのようですが、周囲に何もない場所なのでかなり違和感があります。ここはあまりにも分かりにくい場所なので、訪問する人も少ないんじゃないでしょうか。私もこのバス停がなければここにたどり着けなかったと思います。さて、静かな雰囲気の中、姫百合学徒の最後の場所を訪問してみましょう。大勢の人がいます。修学旅行生のようですね。でも途中に観光バスの姿は見ませんでした。山城売口あたりから海沿いを歩いてきたのでしょうか。手前にバスガイドさんがいるので事情を聞いてみます。この子たちはあの売り口から歩いてきたの？山城売り口から。ご飯食べてから来たんですよ。あ、じゃあ少しだけ。あ、そう。少しだけ15分。あ、15分ぐらい。あ、びっくりした。もうずっと向こうから歩いてきたから。いやいや、あの向こうにお願いして駐車場貸してもらって。あの昼はどこにあるんです？あの階段上がった上の方です、ね。あ、そうですか。階段上がった上の方です。あ、どうもありがとうございます。いやあ、修学旅行生たちと出会い、ガイドさんと出会ってよかった。案内板もないこの海岸から私が姫百合学徒隊の石踏みを探すのは無理だったと思います。
岩場は一応歩きやすいように整備されています。それでも危ないです。風の強い日、雨の日などは来ない方が良いと思います。遠くに遠くに小さく白いのが見えます。あれがヒメユリカンゴ帯の石踏みです。事前に知識がなければ向こうまでたどり着けない場所ですね。この辺りが沖縄本島の最南端です。沖縄戦当時は目の前の海には米軍の軍艦が並んでいたと思います。6月18日、ヒメユリガクト隊解散命令が出された。6月19日、ヒメユリガクト隊は脱出のために伊原第三外科号に集まっていたが、米軍から号にガス弾が撃ち込まれて多数の死亡者を出した。生き残った者は第三外科号を脱出して荒崎海岸へ向かった。ヒメユリガクト隊は米軍の攻撃がない夜に脱出して荒崎海岸まで来た。この海岸にたどり着いたが、ここより先に逃げ場はなかった。ここで自害する者や米軍の砲撃などで死亡する者が出た。夜に配送し海まで来たが、明るくなると海岸は隠れる場所もなく攻撃の対象となった。沖縄戦ではヒメユリガクト隊の死者219名のうち、6月18日の軍の解散命令が出てからの死亡者が約130名を占めています。ヒメユリガクト隊は子供たちでした。戦争の中から安全に脱出する方法など分かるはずもありません。沖縄戦当時、沖縄にあったすべての学校で同様のことが起きていました。子供たちを戦争に巻き込んで多くを死なせた大人たちの責任は大きいと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。